昨日大好きだった姉が死んだ。別に涙は出なかった。俺ももう17だし、寂しいとか悲しいとかそういうのはもう感じないのかもしれない。そういえば兄さんは雷が怖いなんて言ってよく一緒にね。怖いから手つないでよ。お前子供じゃないんだからいいから手貸して。違う、雷が怖かったのは俺の方だ。ねえ兄さん、手つなぎたいよ。